こんにちは、エマです。今日は N3 文法のという、といったの文法について説明していきたいと思います。これは使い方が4つあるので、ちょっと長くなりますから、今回は2つ、そして次の動画で2つ説明したいと思います。では、今日も日本語の勉強、一緒に頑張っていきましょう。 ではまず一つ目の使い方から説明していきたいと思います。一つ目の使い方は名前を紹介するときに使う用法になります。そして接続は前と後ろどちらにも名詞が入ります。名詞という名詞。OK? では早速例文を見ていきましょう。 では、一つ目の例文です。あれはカモメという鳥です。あれはカモメという鳥です。では、二つ目の例文です。私は田中商事という会社で働いています。私は田中商事という会社で働いています。 じゃあ、三つ目の例文です。あれは佐藤さんという方です。あれは佐藤さんという方です。では最後、四つ目の例文です。これは何という食べ物ですかはい、どうですかこれは名前を紹介するときの用法です。 今言った例文も聞いて、このというという文法を入れる必要があるのかなって思った人もいるかもしれませんね。例えば、これはカモメという鳥です。これはカモメです。うん。どっちも OK ですよね。私は田中正治という会社で働いています。私は 田中で働いていてますどちらも文章としては正しいですよね。じゃあ、これは何が違うのかというと、これはどこに視点が置かれているのかというところがポイントになります。この一番の使い方は名前でしたよね。名前を紹介する用法ですよね。だから、 というという文法を入れることで、名前に視点がいきます。例えば、あれは佐藤さんです。だったら、佐藤さん全部に視点があります。こんな感じね。だけど、あれは佐藤さんという方ですよ。だったら、 佐藤という名前に視点があります。こんな感じね。じゃあ一緒にその場面、シチュエーションを考えてみましょう。じゃあまず1番。あれは誰ですかあれは佐藤さんです。じゃあ2番目ね。あれは何という方ですかあれは なんという方ですかあれは佐藤さんという方ですよ。あれは佐藤さんとい、う方ですよ。はい、どうですかこの違い。わかりますかねまず1番の方ね。あれは誰ですかこれはその人は誰かが知りたいです。例えば、私はその人を 見たことがありません。初めて見ましたから、誰か知りたいです。こういう時は、あれは誰ですかと聞きますよね。私はその人が誰か知りたいので、答える時も、あれは佐藤さんです。でも、OK だし、例えば、あれは私の先輩です。でも、OK です。他にも、 あれは私の友達だよとか、あれは田中正治の社長さんですよも答えですよね。そうなの。これは誰かを聞いてるので、名前で答えてもいいし、その私との関係性で答えてもいいし、知っている情報で答えてもいいし、いろんな答え方があります。じゃあ、 2番はどんな場面だったかというと私はその人の名前が知りたいです例えば私は新入社員ですみんなの名前を覚えなければなりませんそして私はその人の名前を知りませんから聞きますあれは何という方ですかそしてこの場合は 答え方は、佐藤さんという名前で答えます。それ以外は使えません。例えば、あれは何という方ですかあ、あれは私の先輩ですよ。これは変ですよね。うん、このように、2番、このというを使ったら、名前に視点がいきます。1番と2番の違いはわかりましたか OK ですかじゃあ次、二つ目の使い方について説明していきますよ。というの、二つ目の使い方は、内容、知識、事実などを相手に伝えるときに使う用法になります。なので、この接続は前にどんな形でも入れることができます。 じゃあ実際に例文を見てみましょう。では一つ目の例文です。山田さんが25歳だということを初めて知りました。山田さんが25歳だということを初めて知りました。じゃあ二つ目の例文です。田中さんが結婚するという話を聞いたんだけど、本当かな 田中さんが結婚するという話を聞いたんだけど、本当かなでは三つ目の例文です。佐藤さんは今日東京へ出張へ行くというようなことを言っていたと思う。佐藤さんは今日東京へ出張へ行くというようなことを言っていたと思う。じゃあ最後四つ目の例文です。 田中さんがアメリカへ移住するという噂を聞きました。田中さんがアメリカへ移住するという噂を聞きましたはい、どうですかまず、一番の名前の用法と全然違うのはわかりましたかこれは内容とか知識とか事実を伝える時の用法です。これは、 前と後ろの文章をつなげる接続詞のような働きをしていますよね。山田さんは25歳です。私は知りませんでした。これをつなげます。山田さんが25歳だということを知りませんでした。このように2つの文章を一つにまとめる 効果がありますね。だから、とても自然な文章を話せるようになりますよね。例えば、山田さんは25歳です。私は知りませんでした。ちょっと不自然だよね。これをつなげると、とっても自然になりますよね。だから、あの、長文を読むときにも、この文法がわからなかったら、ちょっと読みづらくなりますよね。 うん。とっても大切な文法になりますから、この使い方は絶対に覚えておいてくださいね。そして、あの、さっきの例文にも出てきたんですけど、自分の中で、確信が持てない場合、だから100、100%そうだと言えないとき、そういうときは、ようなをつけます。例えば、山田さんは25歳です。これは事実です。これは100% 本当のことです。そういう時は、ようなは入れなくていいです。OK? これは、だから内容とか知識とか、えー、事実を伝える文法なんだけど、ちょっと確信が持てないな、という時は、ようなを入れましょう。どうですかこの、というの2つ目の使い方はわかりましたかでは、今日、 勉強した二つの使い方について簡単にまとめていきましょう。まず一つ目は名前を紹介する用法です。接続は前と後ろに名詞が入ります。そして、というを入れた場合と入れない場合の違いも皆さんわかりましたかねというを入れると名前に視点が置かれるでしたよね。 そして二つ目の使い方は内容や事実え、知識を相手に伝えるときの用法です。前にはどんな形でも入れることができます。前と後ろの文章をつなぐ接続詞のような働きをします。OK ですか ?1 番と2番の使い方分かりましたかね では皆さん今日はこれで授業を終わりたいと思います。お疲れ様でした。また次の動画で残りの2つを説明していきたいと思います。今日は2つ説明しましたがどうですかもう使えそうですかねまたね、わからないこととかあったらコメント欄の方に書いてください。では今日も最後まで見ていただきありがとうございました。 今日の動画がまた面白かったな、ためになったなと思っていただけたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。では、また来週、このチャンネルでお会いしましょう。じゃあまた来週も頑張ろうね。さよなら。バイバイ。